ヘンリー・大川は、日本の俳優。埼玉県草加市出身。本名は、大川平八郎。娘婿に、俳優の小松秀三郎がいる。1905年、草加塾開拓者の一人である、大川図書の子孫、大川家十三代当主である大川十三代の三、なんとして生まれる。草加尋常小学校を卒業後、育文館中学五年新旧の際に、 総公兵で落第してしまったため、アメリカで実業家になるために1923年に渡米。テンパルクラブで知り合ったフロリダ大学の教授を頼って、行った、ゲインズビルで1年過ごす。翌年アトランタへ移り住んで、中華料理店で1年5ヶ月間働いた後、さらにニューヨークへ移って、クラブの皿洗いのアルバイトを始める。その後好奇心から、 パラマウント映画が開設した俳優学校に入学。同期の俳優には、ゲイリー・クーパー、チャールズ・ロジャーズ、リチャード・アーレンらがいる。授業料を稼ぐために、日本人が経営するペットショップに勤めるが、俳優学校はわずか1年で閉鎖してしまったため、元々の目的であったコロンビア大学経済学部へ入る。百二十八年、再び俳優の道を志して、 ハリウッドへ赴く。フォックス社でハワード・ホークスの面接を受けて、曲芸飛行の練習生として、契約約6ヶ月の練習期間を経て、同監督の空中サーカスにスタントフライヤーとして出演、ハリウッド映画デビューする。その後も、暁の偵察、悪魔の嘆き、翼の天使等に相次いで出演するが、父帰徳の法を受けて1933年に帰国。 後年、このハリウッド時代に得た5万ドルを元手に、大川家最高のため挑戦に、国煙の鉱山を開発する。帰国後、PCL に入社。木村外次監督による PCL 第1回自主制作作品、音楽喜劇ホロよ非人生へ、主演、劇中挿入歌、恋は魔術師も歌う。さらに成瀬美夫監督の初登記映画、乙女心三人姉妹など、 ナルセ作品に多数出演。1937年、合併によって設立された、東方映画の専属俳優となる。1943年に軍属として、フィリピンに招集されている時期にも、フィリピンが、舞台の国作映画、あの旗をうてに出演している。終戦時には、現地司令官、山下智之が米軍へ投降する際に通訳として、抜擢される。 終戦後に東方へ復帰。ナルセ作品や地球防衛軍などの特撮映画に出演する一方で海外の映画会社との合作映画の制作に携わった。その他、日本劇場や東方劇場の米国中流軍による接種問題が生じた際には日本側の代表として GHQ との接触にあたり取りまとめ交渉に尽力した。 1957年頃に芸名を、ヘンリー・オーカワ同年デビット・リーン監督の、戦場にかける橋で助監督を務めながら、早川摂州、勝本慶一郎と共に、軍人役で出演する。1960年代に入ってからは出演作は減ったものの、持ち前のバイリンガルを活かして、オスマン・ユセフら日本語の感動な外国人、俳優たちと共に通訳としても活躍した。 キングコングの逆襲に出演したリンダ・ミラーは、大川は親切で頼りになったと証言している。1971年5月27日、脳内出血のため、世田谷区正常の病院で死去、去年65、ありがとうございます。